荒高客運は台湾高雄市を拠点に南北間の長距離高速バス路線を展開するバス、事業者。荒高客運のおしぼり、荒高客運の乗車券。表面と裏面観光バス業者の聖書通運が前進。1995年以降の交通部による国道客運民間開放時に現在の社名に改名の上免許申請。 1998年、1999年に台北市、嘉義市、高雄市の免許を取得し、市場参入を果たした。緑一色の車体がトレードマークで企業理念として永遠も乗客的需給ため走行、提供超越乗客機体的含むため目標を掲げ、台湾唯一の女性客室乗務員天井、相当座と呼ばれる座席ごとに備えられた、テレビ、 ゲーム用液晶モニター、充電コンセント、電動マッサージ機能付きの独立2列フルリクライニングシートや、無料の軽食、ドリンク、雑誌、毛布サービスなど低価格を売りにする、並行他社路線とは一線を画した高級志向で、知られているほか、女性経営者による独自のプロモーションも話題性が高い。相当座バのほか、3列座席の広豪号もある。台北高尾は、 相当座の片道普通運賃で715元台、高互座で同618元台と他社より高めだが、24時間、高頻度運行で競争力を維持している。鉄道と比べても所要時間でも大鉄自強号とは、大差がなく、利便性、経済性では優位にある。車両背面荒行客運、スカニア K380IB 高互号化用し、 高尾線ともノンストップの直達と途中の交流道で客扱いをする便がある。ありがとうございます。